ザック、ギルフォードザック・ギルフォードこと、ザカリー・ロバート・ギルフォードは、ニュージーランド出身のラグビー選手。ポジションはウィング。1989年2月8日、ニュージーランド、グレータウンで生まれる。身長182センチメートル、体重96キログラム。相性は、ビリー・ザ・キッド、ベビー・ジー。父親のロバート・ギルフォードは、 元ラグビー選手、ワイララパブッシュ州代表で1992から96年プレー1999年、ザックが10歳の時に、父ロバート、母デボラ、弟、ビクターの家族は、ネイピアに移住、ホークスベイラグビーアカデミーシステムに参加する。ネイピアボーイズ、ハイスクール卒業、2007年、19歳以下、ラグビーニュージーランド代表に選出。 ラグビージュニア世界選手権に出場。同年、18歳の若さで、ホークスベ州代表に選ばれ、ニュージーランド州代表選手権、エアニュージーランドカップに出場。シーズン5トライを記録。チームは、セミファイナル進出。2008年、スーパー14のハリケーンズに入る。同年、20歳以下代表として、ジュニア世界選手権に出場。さらに2008、 2009年と2年連続でニュージーランドセブンスに選出される。2009年、史上最年少でオールブラックスに選ばれ、11月7日のウェールズ戦でデビュー。2010年、ハリケーンズからクルセーダーズに移籍。同年、インドのニューデリーで開催されたコモンウェルスゲームのラグビーセブンス、ニュージーランド代表に選ばれ、チームは金メダル獲得。2009年、 日本で開催されたジュニア世界選手権に出場、大会最多8トライでトライ王となる。決勝のイングランド戦を44-28で勝利し、ニュージーランド優勝の歓喜の中、客席で息子の勇士を見ていた父ロバートが心臓発作で倒れ、都内の病院に緊急搬送。共に来日していた母デボラ、弟ビクターとジャージ姿で病院に駆けつけた。 ザックの見守る中、エーミン。試合終了後の表彰式には、決勝で2トライを決めて、優勝に大きく貢献した、ザックの姿はなかった。ギルファード、エスダッドダイズワットラグビーファイナル、22-06-2009。ありがとうございます。